相方のズシちゃんと南海クッキーズを結成している。司会を務める看板番組も一応あるし、お笑いライブも人気で、なかなかチケットが取れないほどだ。だけど悲しいかな。世の大多数の女性から、俺は嫌われていた。毎年のように、雑誌アンアンの抱かれたくない芸人ランキング1位に加えて、結婚したくないランキング1。確かにブサイクでぽっちゃりキャラ。それにメガネだから、女受けは良くないよね。しかも、女性から嫌われてるってだけでも辛いのに、後輩芸人や先輩芸人から仕事の多さを妬まれ、陰湿ないじめを受けていた。仕事を終えて楽屋に戻ると、俺の弁当は誰かに取られていて、空の弁当箱の上に、そのうち干される、消えろブサイク、デブに飯は必要なし、などのメモ書きがあったり、それより辛いのは、先輩芸人の嫌味攻撃だ。番組収録後のスタジオ内での軽視、Y 氏からの毒舌に、俺は何も言わず耐えていたり。すごいっすね。売れてるポットでの人って、先輩が面白いこと振ってくれて滑っても、